天地の断りを力に。いいだろう、来い。ローマンティックに散っていけ。かかったかかった。片っ端から断末魔。悪いが、ここは戦場だ。嘘やごまかしはいらない。セーラ、スコールはお兄様に会ってどうするつもりですか？どうと言われても最初から変わってない。追いかけて話す。その後はあいつに仲間になってほしい。それも伝えるつもりだ。そうですか。セーラ、あいつの説得の手伝いを頼めるか？俺の話は聞かなくてもセーラの話なら聞くかもしれない。わかりました。私からもお兄様にお願い。いいえ、ビシッと言ってやります。ああ、頼む。
かかった。消えない傷をくれてやる。 熱く行こうぜ。 受けてみろ。 決める。 ロマンティックに散っていけ。 お熱く行こうぜ。なりふり構ってられないか。 俺に追いついてこい。
遅かったな。いろいろあったんだ。おかげで仲間が増えた。なるほど。旅を満喫しているらしい。だが仲間をいくら増やそうと、あんたが弱いままなら何も変わらない。魔女どころか俺に勝つこともできないだろうな。俺はあんたと戦いたいんじゃない。頼みがあるんだ。人に物を頼むなら他人の力を借りずに話せ。一人で俺に勝ったなら話くらいは聞いてやる。お兄様。いや、いい。あいつの言う通りにしよう。それなりに強くはなった。仲間がいるからな。一緒に戦っていなくても、俺が戦えるのは信じてくれる仲間がいるからだ。あんたも来てくれれば俺はもっと強くなる。頼む。俺と一緒にアルティミシアと戦ってほしい。俺はシードじゃないぞ。関係ない。選べる少ない道の中から最善だと思える道を自分で選ぶ。多分それが大事なんだ。俺が選んだ道には頼れる仲間が必要だ。要するに他人任せだろ。頼れる仲間におんぶに抱っこだ。頼るんじゃない、支え合うんだ。口では何とでも言える。だが戦う者はいつも一人だ。俺は一人じゃない。頼れる仲間を支えたい。みんなに誇れる自分でありたい。そういう気持ちが俺を誇り高く強くするんだ。あの獅子のように。私の味方。ベストを尽くそう。確実に倒す。これが闇だ。残念ながら格が違う。
備えておこう。影に沈め。望み通り終わりだ。これが闇だ。よっ！世界を変えた力だ。獅子の心、暗闇よ。なりふり構ってられないか。鈴の音が私を導く。自分を信じるだけだ。吉と出るか凶と出るか。どうした、油断したか。ガンブレードが。どうやら戦う理由はなくなったな。どういうことだ。力を取り戻したんだろ。なら俺の芝居は終わりだ。つまりお兄様はわざわざ魔女の騎士の芝居をしてたってこと？スコールが魔女に勝てるよう鍛えるために。芝居？芝居はここまでだ。あんたは十分戦える。ただし信じてくれる仲間がいればな。あんたは俺を信じてくれるか。俺は最初から信じてる。下手な芝居を打つくらいにはな。あんたなら大丈夫だ、スコール。魔女を倒すんだ。ああ。
セイラは知ってたのか。あいつは操られていなかったって。黙っていてごめんなさい。でもあなたを死なせるわけにはいかなくて、お兄様を追ってもらうため怒ったふりをしていたんです。バレバレでしたよね。もちろん気づいていた。本当に？嘘やごまかしはいらないんじゃねえのかよ。世界を変えた力だ。調子に乗るな。カオスの後を追うんだな。決める。悪いがここは戦場だ。弾けろ。残念ながら格が違う。た、これで終わっ。
よっ、よっ、はっ、決める。世界を変えた力だ。くだらない任務だ。おとなしくしろ。望み通り終わりだ。はっ、よっ、よっ、た、はでさえも私の味方。これは俺のやり方でやる。はっ、た、残念ながら格が違う。カオスの後を追うんだな。うん、
よっ、調子に乗るな。明けの光だ。世界を変えた力だ。はっ。はっ。まばゆく照らせ。任務完了だ。どんな手を用いても、はっ、はっ、へっ、へっ、放たれたよ、ひた走る。負けるのはそっち。よー、邪魔
どうした？油断したか？ローマンティックに散っていけ！勢いをつける。残念ながら格が違う。仕留め。一緒に踊ってあげたら。よっ。はっ。風はあなたに不運を招く。獲物はお前か。嵐でさえも私の御これは俺のやり方である。強敵には慣れている。
まばゆく照らせ。はっはっ。カオスの後を追うんだな。強さと孤独は隣り合わせだ。任務完了だ。ところでさ、もう一回時間圧縮について聞いてもいい？何が知りたい？何がっていうか、どんな感じなのかなって。過去、現在、未来、あらゆる時間と空間を圧縮し一つにする魔法とは聞いた。それがどんだけやべえのかは正直俺にもよくわからん。時間圧縮はあらゆる今を一点に集約する。過去も今に、未来も今になり、魔女を中心に今が重なって膨大に重なった時間の中で、過去にも未来にも存在しない人間は瞬きの間に消えていく。魔女は消えないの？魔女は死なないからな。過去から未来に存在し続ける魔女は、時間が重なれば重なるほどその力を増していく。結果、圧縮が完了した世界に残るのは、極限まで薄まった何もない世界と強大な力を持つ魔女だけになる。つまり何？もうちょい簡単にお願い。難しいんだ。思い出も約束も記憶も薄められて消えていく。全てが新しい大量の今に上書きされていくんだ。もちろん俺たちもそうなると。俺が俺だと分からなくなる？そうだ。俺たちの存在も膨大な時の渦に薄められて終わりだ。自分でも自分のことが分からなくなる。それがパラミティア全部を飲み込もうとしてる。そうだ。時間圧縮が完成しちゃったら？パラミティアはなくなる。俺たちも消える。アルティミシアだけが残る。そんなの困る。私はまだ夢も希望もあるんだから。そういうわけで俺たちは魔女を倒しに行くんだ。よし、よくわかった。私も行く。ああ、頼りにしている。時間圧縮は大切な思い出も交わした約束も掴むべき未来も頼るべき仲間も全てを無に帰す魔法です。俺は帰らなきゃならない。約束したんだ、待ってるって。思い出したんだね。